不法滞在中の外国人の収容や送還のルールを見直す出入国管理法の改正案は28日午後衆議院の法務委員会で与党などの賛成多数で可決されました入管法の改正案はおととしにも国会に提出されましたが施設に収容されていたスリランカ人女性 ウィシュマさんが亡くなった問題をめぐり野党側が反発するなど国内外から批判を浴び廃案になった経緯があります二十八日の委員会ではウィシュマさんの遺族が見守る中採決が行われました賛成の諸君の起立を求めます起立多数改正案は相関ルールを見直し 3回目以降の難民申請者は認定の手続き中でも本国への送還を可能とすることが柱になっています自民、公明、維新、国民の4党は難民認定が適正に行われるよう専門的な職員を育成することなどを盛り込む修正を行い改正案に賛成しましたこれに対し立憲民主党は反対に回りました修正協議の中で 与党側は立憲が求めていた難民認定の審査を行う第三者機関の設置について検討すると不足に盛り込んだ案を提示しましたが立憲が不十分だとして受け入れず最終的に削除されました採決が行われた後、ウィシュマさんの遺族はこの法案は廃案にしてください人権を尊重してください 外国人だって同じく人間なんですと訴えました。改正案は来月上旬の本会議で衆議院を通過する見通しで、審議の舞台は参議院に移ります。